こんにちは、ワンラーレンタカーの石ちゃんです。本日はワンラーレ八戸対 AC 長野パルセイロ戦ということで、早速もうプライフズスタジアムに到着しました。今日は今シーズン最高の悪天候ということで、少しでも元気をつけるためにスタグルを食べて元気に応援に向かいたいと思います。まず買ったのは、タイ料理アビさんのガパオライスと、鉄板焼き神楽さんの餃子と、だけきみ天ぷらです。グッズ売り場のところでシャモロックの卵プリンを買いました。早速食べたいと思います。いただきます。めっちゃ美味しい。ガパオライスの中の具材はパプリカの赤と黄色とピーマンと鶏肉です。あ、見えない。で、ご飯があるんですけど、ご飯の上に目玉焼きが乗ってます。すごい美味しい。味も濃くてちょうど良くて美味しいんですよね。この途中から目玉焼きを割って食べるのが私は好きです。こちらのアビさんは店舗販売というよりかは、こういうバンラーレの試合のようにイベントごとで出店しているのが主にやっているそうなので、バンラーレの試合以外でも八戸のイベントで見た際はぜひこちらのガパオライスもなんですけど、バンラーレンタカー一押しの商品なので、ぜひ皆さん食べてみてください。じゃあ食べ続けたいと思います。はい、ガパオライス食べ終わったので、神楽さんの餃子見えてるのかな、食べたいと思います。すいません。ここ一回食べたことあるんですけど、さっきのはバンラーレンタカーで一押しの商品だったんですけど、これはもう私が一押しの商品です。本当に美味しい。これタレあるんですけど、タレつけなくても美味しいのでタレつけないで食べます。でかくない？あ、でかくない？見てください、こんなでかいんです。いただきます。うん、うまっ。すごいニラの匂いがする。ぜひ皆さん食べてみてください。この餃子一つ一つがボリューミーで、結構これ全部食べただけでもお腹いっぱいになってしまうので、私はこれはシェアして食べるのがおすすめだと思います。食べてみてください。次はだけきみ天ぷら食べます。皆さんだけきみって知ってますか？私は小さい頃からトウモロコシの天ぷらなんですけど、普通にトウモロコシだけきみっていう言わない方もいるみたい。
黄身が方言らしいです。トウモロコシのことをこっちでは黄身って言ってるらしいです。ちょっと普通に小さい頃から聞いてきたので何がおかしいのか私は分からないんですけど、トウモロコシの天ぷらです。いただきます。やばい、信じられない甘さこれはバンラーレンタカーのミーのおすすめです。いつもなんかだけ黄身の天ぷらを食べているので私が買ってみました。ね、やばい、だけ黄身、え、うん、ま、一生食べれる。うん、これは皆さんあれです。いっぱい持って帰っておかずにした方がいいですこれ。え、しかもなんかトウモロコシ甘いんですけど、なんかしょっぱい。塩かけてる。こちらもさっきの餃子と同じお店なのでぜひ皆さん買ってみてください。多分絶対紹介しなかったらこれ誰も食べないって言ったらだけど、なかなかだっけ君の天ぷらは選ばないんじゃないかなと思うんですけど、え、今日食べた中で一番美味しい。これはリピですね。続いてこの辺の卵プリン食べたいと思います。美味しそう。これ瓶に入ってるんですよ。高そうですよね。シャモロックっていう、うん、鳥っていい鳥ですよね多分。違うのかな、分かんないけど美味しいイメージ、シャモロックの卵って。あ、見て美味しそう。いただきます。柔らかい。美味しい。あ、1位。え、今日だけなのかな、これ置いてるの。次の試合、え、でも五戸って書いてくるから五戸のどっかで食べれるんですかね。めっちゃ美味しい。もう牛乳プリンみたいな、ミルクって感じ。ここに五戸、これ見つけた方はもう絶対買ってください。あ、ちなみにこれ1個500円です高級プリンです。これお母さんに買って帰ろう、お姉ちゃんにも。皆さん、女性に告白するときは甘いものを食べさせてから告白するのがいいらしいです。このバンラーレンタカーのチャンネルは85% が男性が見てくださってるということで、皆さんぜひ参考にしてみてくださいなんでだろう、癒されるからかな。はい、すべて紹介したものを食べました。今回紹介した食べ物はすべてバンラーレンタカー一押し商品なので、ぜひ皆さん食べてみてください。ホームのサポーターの皆さんも、アウェーのサポーターの皆さんも、試合に来た際はぜひ食べてみてください。それでは試合見てきます。はい、試合を見てきました。今日の結果は0対0で引き分けでした。バンラーレ八戸の方が何回か決定的なシーンを何度か作ってたんですけど、決めきれないところがあったので、次の試合は絶対に勝ってほしいなと思います。
あとホームの試合が2試合 とアウェーの試合もあるので、私も全力で応援したいと思います。本日も動画を見ていただきありがとうございます。これからも皆さんに楽しんでいただける動画をお伝えしていきますので、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。